平壌市内の一玉龍館は、朝鮮民主主義人民共和国平壌市中区域に、所在市朝鮮料理協会が運営する朝鮮料理レストランである。平壌冷麺の店、外交の場として、国際的に著名で、同国を代表する規模と格式を持つ店とされている。1960年8月創業。本店は中区域にあり、大同港に架かる玉龍橋の傍らに位置する。名称は大同港の玉龍岩の上に位置していることに由来する。建物は朝鮮民族伝統建築の様式を取り入れた2階建てで、2階には特別室が設けられている。階段は平安南道、龍岡郡産の花崗岩。同じ平壌市内にある青龍館とともに北朝鮮の代表的料理店となっている。また、外国から訪れる観光客の定番のスポットでもあり、外国人観光客は特別室で食事を供される。また、金剛山国際観光特別区には、玉龍館の支店に位置づけられる店がある。平壌在住の朝鮮戦争退役軍人も、北朝鮮の祝日である7月27日の祖国、解放戦争勝利記念日に、玉龍館にて無料で麺を受け取ることができる。2000年に当時の韓国大統領金王重が訪問した際に、この店で冷麺を食するなど、国内外の要人が訪れる賓客接待用高級飲食店の性格も持つ。金大中が南北融和のシンボルとして、玉龍館支店のソウル出店を打診したりするなど、外交の場にしばしばその名が登場する。2007年10月に訪朝した、京畿道の李花栄副知事は、北朝鮮側と支店出店について話し合いを進めることで合意。京畿道の東津川市が特に誘致に熱心で返還が決まっていた米軍基地跡などに支店が出店すれば、さらなる南北融和の象徴となるのではと話題になった。2008年、改装された。2010年には国防委員長であった金正日の指示で、チョウザメ料理とすっぽん料理の販売を開始した。また特別な料理人が着任してからは、ピザやスパゲッティなど西洋料理も追加注文可能となった。2018年4月の南北首脳会談では、平壌から料理人を板門店に呼び寄せ、同じく平壌から運ばれた製麺機を使い、晩餐会で提供された。また2018年9月の南北首脳会談の際には、玉龍館が昼食会の会場となり、平壌を訪れたムン・ジェインが金正恩と共に冷麺を食し、直後にはソウルへの出店も取り沙汰された。しかし2020年6月に北朝鮮が韓国批判を行う。金剛山玉龍館は北朝鮮江原道高城郡にある玉龍館の支店である。その他にもドバイにも支店がある。ありがとうございます。